はい、マノチです。よろしくお願いします。ペナント日ハム編やっていきましょう。難易度変わらずです。本日は横浜戦ですね。交流戦もあと2試合でございます。今日が横浜で明日が、中日ですね。はい。で、コメント、アトキンソン、はい、戻ってこないのかというコメントをいくつかいただいております。戻したいですね。正直戻したいんですよ。ただね、あとね3日かかるのあと3日かかるんだよね。ここです。あと3日経てば戻ってきます。いや、もう彼がね必要だなとは俺本当に素直に思ってる。今マジに思ってる。動画的なことでそう戦力っていう よりも動画的にそう欲しい。すごく欲しいですね。あと、ルーキーで多いのが、ナバタメ選手ですね。ナバタメ選手見たいというコメントをいただいてるんですけども、調子上がった時にね、ちょっと一軍で出して、まあ、動画で撮りたいなとは思ってます。はい。あと、相澤選手、広島相澤選手、FA 権取得しましたね。広島きついのがあれだよね。お金がないってとこだよね、やっぱりね。何よりもそこだよね。その、選手ってやっぱ商品じゃん。でも選手自身も商品として自分を売るじゃん。その時にその商品を維持できる、まあ、あるいは買うだけのお金が若干厳しいっていうのが広島の辛いところだよね。よし、じゃあ、いきますか。頑張りましょう。最近勝ててないですからね、あまりね。今日加藤選手いきます。金子千尋選手がね、動画出たくないのか知らないけど、ずっと調子悪いんだよね動画撮ってないときはね、やりますよみたいな感じなんだけど、もう動画回すとね、ダメなのよ彼は。どうしようかな。一応太田選手を抜けた穴は浅間選手で埋めてる感じなんですよね。近藤選手は調子悪いけど、まあこれでいきましょうか。杉谷選手かな。杉谷選手2番がいいかな。松本剛選手連れてきたんで出しましょうか。鶴岡選手いきましょうか。あー、どうしよっかな。ここ変えるならワンボーロン選手だよな。いや、まあ近藤選手かな。まあ今日はこれでいきます。これでいきます。特にいじることもなく。4番ソト選手か。ちょっと待てよ、左弱いんだよな、クソ弱いんだよな。左 G なんでね、もともと F だったんだけど、 G まで下がっちゃったんだよな。いや、まあそれでも西川選手だろ。これでいきます。頑張りましょう。いや、多分昨日のそのサヨナラのチャンスの場面、最終回の時にもしアトキンソンがベンチにいたら俺は多分出したんだよ。横浜 DeNA ベイスターズ対、なんかそういう、ね、せっかくね、面白い選手取ったから面白いことしないともったいないなーっていうのなんか思ったかな。対するファイターズの先発は、ただ使ってるとね、この両投手の投げ合いです。2軍でいいなと思っちゃう2軍でいいなと思っちゃうんだよね。左の今永マウンドに上がります。1勝6敗。立ち上がりに注目しましょう。まずは1回の表、トップバッター見ていけばどうかな。プレーボール。どんまい。第3球を頑張って投げた。高めボール球打った。センター左へのフライですが、もう入ったな。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番近藤。フルスイングいってみるか。投げました。146キロ直球、空振り三振。ボール球に手が出てしまい、太田選手いなくなるの痛いね。ベイスターズ打線が1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは梶谷。これは引っ掛けた。セカンド梶谷選手一番好きだな。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番山。第6球を投げました。会心の当たり。中島がボールを掴んでアウト。ツーアウト。左バッターボックス。なんか俺未だになんか大和選手の横浜ってなんかしっくりきてないな。打った。強い当たり。入れば先制だ。伸びた。伸びていった。いいよ、大丈夫よ。
は4番ソト。第9投げました。うーわー、行ったか、どうだ、入るか。いや、まあ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 、しょうがないね。センターからセカンドへ、ベイスターズ初回先制、1対0。最近の動画の流れ的にはやっぱ先制点あげたくなかったんだよね。もう最初から最後まで全部こっちのペースで行きたかった。まあ、いつだってそうだけどさ。ファーストこれは守備範囲内、加藤取ってアウト。まあまずは追いつこうや。チェンジ。1回が2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中田、投げました、マシンで捉えた、うまい。ショートから一塁送球、アウト。中田いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打った、痛烈な当たり。横尾選手の打率があれですね。ツーアウト、ランナーありません。バッターは6番松本。交流戦入ってからホームランも多分あんま出てないと思うし。オッケー、スタメン今日答えてくれた、嬉しいね。横尾選手かなんか最近パッとしてない感じですね。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。投球は3球目、投げた、ストライク、空振り三振。今なら3安打になります。2回の表が終わって1対0。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターは頼れる助っ人ロペス、打った、これは強烈、うまい、一塁へ送る、助かる、本当助かる。ロペスいい当たりでした。なんか今でも本当展開的にはロペス選手ね、今出られたら嫌すぎた本当に。センター取れる、あ大丈夫、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番柴、第9投げた、初球から打ってった。日ハムの先発投手陣でバッティング能力高い選手って誰だ。上原選手とかがどんな感じになってるのかな、まあ、そこがなんか俺の中で気になるかなぐらい。誰かいるかな。2者連続三振、バッターはピッチャー加藤。第2球投げました、打ちました、走れ、今だ、ボールを掴んだ、一塁送球、惜しい、アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って西川、今日の第1打席はスイングアウト。走りましょうか、走りましょうか。ここは第9ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、ゆうゆうセーフ、盗塁成功です。使いますよ、使います。まずは追いついてきた。さあ試合の行方を左右する場面、勝負に出ます。初球空振りから、これも空振り、バッター追い込まれました。頼む、頑張ってくれ。第4球を投げました、ダメだダメだ、最近同じようなシーンが多すぎる。二塁ランナー西川、ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー今永、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第3球を投げました、打ったい当たりだ、中島取った、一塁へ送る、アウト。大丈夫そうかな加藤選手。バッターは2番、最初どうなるかなと思ったけど、まあ、全然何とかなりそうですね。投げました、打った、取って、これで3アウト、チェンジ。あとは まずは追いついてあげようよ。試合はこれから中盤4回に入ります。このさあここで勝負に出ました。そうラミちゃんな、ビッグベースボール持ってるもんな。打ちました、これは内野ゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナー。やっぱり脅威だよね。バッターは4番中田。そのコンピューターが使ってもまあそんなんでもないけど、投げた、やっぱり自分が使った時にあれは驚異的な力発揮するからさ、変化球にやられました。右バッターの怖さはあるよね。第1打席はセンターフライに倒れています。てか引っ張りの指示がハマった記憶がほぼねえな。投げた、打ちました、宮崎ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。ファイターズクリーンナベイスター、試合展開が早い、ここからですね。先頭バッターは筒香、投げた、打った、よし、松本掴んだ、ボールはファーストへ、危ない。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ソト、今日2度目のバッターボックス。投げた、見逃し三振。右バッターボックスには宮崎、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、あーきつい、正直きついこれ。
まあソロホームランでよかったっていう考えをしないとな。第9投げました、打ちました、初球打ち取りました、これで3アウト。4回の裏が終わりまして5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは松本、投げました、いいね、ワンバウンド、ヒット、嬉しいねこれはね。さあこっから取っていくよ、取っていく、なんとか取っていくよ、ちょい待ってくれよ、ランナー1人置いて7、8、9だろ。今日の第1打席はスイングアウト、もう一発使わない。ベイスターズ、ここはバントシフトを敷きます。あっと引っ掛けた、今ならボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。いや使いていいけど、使っても取れる気がしない、使わずに取りに行くことを考えよう。いやここで長嶋選手がまず出てくれないことには何も始まらないんですよね。さあ集中してこの対戦に挑みます。ちょっと加藤選手はきついと思うんですよ。初球打ち、オッケー、ライナー破った、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ファイターズ1点返しました。長嶋さあツーベースヒット、これで多分向こうはバント警戒をしてくると思うんですよ。バント警戒に対して相性のいいものって 何になるんだ。フルスイングか、フルスイングになるのか、なんだ。さあこの対決に集中します。第4球を投げました、ボール球か、アウトコース高め、空振り三振。リプレイをご覧ください。打順はトップに帰って西川、今日は三振とフォアボール、はまれ。さあここで監督は勝負に出ました。第2球打ちました、おおおおおお、打球はそのまま伸びていく、オッケーラバッチナイマッチ、よし乗っかるか、この流れ乗っかるか、今なら一発いけるべ、今ならいける、やってまい、頼む、今流れはいいぞ、打ちない、あダメね、一発ダメね、はい、いやーけどよかったよかったよかった、先ほどのプレーです、まずは落ちたぞ。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは峰井、第1打席はセンターフライ、流し打ち、どうだ、切れて、あぶねー。さあ4球目、直球、ナッチ、三振、バッターは8番。さあここ加藤君大事なとこです、セカンドライナーに倒れています、1点もやれませんよ。投げました、ストレート、ナッチ、三振、2者連続三振になりました。バッターはピッチャー今永、よし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 、まあ流れみたいなものは今日ハムに傾いている感じはしますね。この回のトップバッターは近藤、今日は三振とショートゴロ、引っ張りってハマる、なんか全然ハマんないよね。取りました、うまい、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番中田、今日はショートゴロと三振、投げました、打ちました、翔さんね最近ちょっと寂しいですな、打ってくれないですな。バッターは5番横尾、今日はセンターフライト。さあここで勝負に出ました。さあ4球目、スライダー、空振り三振、まあ、しゃない、いやあれですね、采配力が問われる展開になってきましたな。ベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。さあここは監督の手腕の見せ所、はい、第9投げた、打った、あこれ大丈夫かな、ボールを取る、ボールはファーストへ、記録はヒットになりました。さあノーアウト、盗塁警戒しますか。第4球を投げた、三振、バッターは3番筒香。第5球投げた、打った、レフトフライ、飛距離は出ていません、取りました、危ないです。ランナー1塁に戻ります、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第2球、あー怖え、なまら怖え。さあ4球目、よし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 、加藤さんは、まあ、まずはビッグベースボール封じだな、これでな、ゲームはこれから終盤に入ります。さあ元気ですよ松本剛選手。投げた、148キロ直球、うん、空振り三振、2者連続三振。第2球投げた、打った、センター方向に持っていきましたが掴みました、これで2アウト、ランナーありません。
左対左の勝負になります。どうしよっかな。引っ張り使ってレベル整えますか。さあここで監督は勝負ガンガン使ってくんね。一発勝負ね。第9投げました。初球打ちました。フラフラッと上がった加藤選手、次ラストかな。掴んでこれで3アウトになります。満員の横7回の裏ここ投げてもらって代打出す感じかね。1球目ストライクから第2球投げました。打ちました。ヒット。ナイパッチ。宮崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッター頼れる助っ人ロペス。ゲッツーだけは避けたいところ。うわー何行こう。第9打ちました。引っ掛けた。取りました。これでワンアウトランナーは一塁変わりません。まあ今気持ちとしてはもう守備で一発使うぐらいの気持ちではいるんだけど。第3球を投げました。打ちました。ゲッツ。松本掴んだ。セカンドフォースアウト。いやー100点買いたくねえな。スリーアウトチェンジ。買いたくねえなーってぐらいにすげえクオリティ高いな。7回の裏が終わりまして2対2ベイスターズラッキーセブンファイターズ。いやー変えましょう変えましょう。点取りに行きましょう。先頭バッターはピッチャー加藤健介選手昨日かっこよかったね。いきますか。浅間選手もう調子はいいんですよね。単純に左強い選手がいればそれ出せばいいか。いた。金子千尋選手があれか打撃能力高いんだね。じゃあ、渡辺亮選手いきましょう。フルスイングでしょ。第3球を投げました。打ちました。宮崎しゃあないどんまい。ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。バッターはトップに帰って西川。第4球を投げました。ここは選んで。いや走りたいですね。いや走りましょう走りましょう。ここは走りましょう。第9西川走った。ストライクになった。いやすごい武器だなこの盗塁って。ここで勝負に出ました。第2球投げた。これもしかし空振り。バッター追い込まれました。まあ問題はうちが一発をどう使うかだよね。投げた。内角低め見逃し。そろそろ信じていいんじゃないかと。ここは3球三振に終わりました。レベル100ですよ。信じていい時なんじゃないですか。さあここで勝負に出ました。行ってこい。投球これから2球目打ちました。ファーストもうダメだ全然ハマんない。いやもうだからといって一発使わなかったら打てたかって言うのそんな気もしないしな。誰行こうかな。裏の選手かな。ファイターズピッチャーを変えてきました。バッターは第9番。あー出てなかったのか。第3球を投げた。打ちました。いい当たり。入るか入るか。ダイレクトで当たった。危なすぎるってマジ危なすぎる。クワトラツーベースヒットを放ちました。ファイターズピンチを迎え。ファイターズここはバントシフトを敷きます。掴みました。送りバント失敗。これでワンアウトランナーは2塁変わりません。ジャストミート。やっべやられた。ライト前クリーンヒット。集中2回使おう。いいバッティングを見せました。第3球はランナースタートを切った。三振。キャッチャー右送球。いいのかいそんなありがたいけどもここもう助かったとしか言いようがないわ。いやー翔さん頑張ろう。変えてくるようです。さあいよいよ最終回。この回のまず塁に出よう翔さん。よく出た。本当によく出てくれた。中田ナイスバッティングです。バッターは5番旅行。ゲッツーだけは避けたいところ。まあそりゃ避けて。もう絶対使わねえからな俺一発勝負攻撃で。勝負に出ました。第9投げた。初球を打った。取りました。
これでワンアウト、ランナーは一塁か。今日元気だよ。投げました。打った、これはいい。ナイマッチョ本当に元気、猛打賞。中田二塁回った。松本いいバッティングを見せた。スクイズか。スクイズだな。鶴岡選手だったらいけるべ。スクイズだ、点取りに行こう。スクイズだ、抜こうぜ殿下の宝刀。第9ランナー走った、いきなりスクイズ、100点です。スクイズ決まった。よし、ファイターズ土壇場ここで勝ち越しました。今だ降板、今日1打点の中島。打ちましょう、打ちましょう。投げました、打ちました。あっと引っ掛けた。ファーストこれは守備範囲内。さあ自らベースを守って割るぞ、守って割るぞ。ベイスターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは筒香、スタンドからはなんとか一本と期待をかける声援が響いています。頼む守護神頑張って。ファイターズピッチャーを交代します。宇良降板、そして最後を締めるのは石川。最終回集中1回ね、 OK。 まずは先頭打者投げました、打った、ボテボテのショートゴロ。中島ボールを掴んだ、一塁走。よし、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ソト。ここまで2打席連続三振。よし、空振り三振。低めの変化球です。お前は使う、ここだ。さあここで勝負に出ます。こっちもレベルが高い、大丈夫だ。さあ試合の行方を左右する場面、やってこい。勝負に出ます。第3球はやった、勝った。なんかすっげえ嬉しい。やったわ、いや、やったよ。すげえ嬉しいな、マジで。さて本日のヒーローは加藤、2失点の好投を見せました。もう俺の中では S ランクですよ。いやー、よくやってくれたね。もう加藤選手もそうだし、西川選手、松本選手すごかったかな。とりあえずもうこれ以上怪我人だけ出したくないね。明日の試合は、中日戦6月23日取っていきたいと思います。まあ、ちょっと現状うちの優勝はないと思うんですけど、明日の試合終わった後に交流戦順位確認しようかなと思います。明日になればアトキンソンが入ってると思うんですよね。ほらね、撮影終わる頃に調子上げてくるでしょ彼は。明日出してえな、明日出してえな、金子千尋選手な。野手能力どんぐらい？あ、そうでもないんだね。あ、杉浦選手とかは？あ、全然ダメか。特にいないのかな？野手能力が、攻撃力があるピッチャーはうちにはいないのかね。あ、ま、終わりましょうか。はい、では、明日で交流戦終わりですね。はい、今回ここで終わります。終わり、バイバイ。